はい、2番目のビデオではですね、話の続きをしたいと思うんですけど、さっきの、ビデオでは、みんなの日本語は文系から、入っている。そして、彩りと、できる日本語は、その内容とかコンテクストから、かが始まっているということが分かったと思いますね。それでは、この、本ですね、この本、第二言語習得について日本語教師が知っておくべきこと、この本で、どういうふうに書いてあるかを、一部引用してご紹介してみたいと思います。ここですね、言語処理では、コンテクストが明らかな中で、それをヒントに言語を理解したり、何を伝えるかというメッセージを作るところから、言語を算出するプロセスが始まりますと。したがって、授業でも、まずはどんな内容を表現することを学ぶレッスンなのかを、最初に意識することが重要だと考えますと。それが分かったところで、後から文型が入ってくれば、学習者が言語形式を意味、機能に結びつけやすくなるはずです。というふうに書いてありますね。ここから見れば明らかなように、みんなの日本語というのは、この第二言語習得の理論上では、あまり、優れた、作りになっていないということが分かるんじゃないかと思います。はい。一方で、できる日本語とか、彩り、それからもちろん丸ごともそうですけどね。最初にこういうコンテキストが明らかで、後からその文型が、出てくるという作りになっています。はい。で、このですね、この第1章の、第3章の一番最初の、かっていうのかな、かじゃない、その塊の部分ですけどね。そこの一番最後にですね、この本ではこんな風に書いてあります。インプットを受けた学習者自身が、言語形式と意味、機能の関係を見出していくプロセスを重視した分析的な学習アプローチを取るには、レッスンの始まりに、まず学習者に場面やコンテキストを意識させる必要がある。はい。これはどの教科書が良かったか、皆さんもう一度、思い出してほしいと思います。ただですね、ちょっとここ難しいので、少し言葉が難しいので、ちょっと説明をしてみたいと思いますね。はい。まず、その分析的なアプローチ。はい。分析的なアプローチがいいわけですけど、じゃあその分析的なアプローチとはどういうことかっていうと、インプットを受けるって書いてありましたね。このインプットは先生が説明する、文法について説明するということではなくて、学習者が日本語を読んだり聞いたりするってことです。話すんじゃなくて、話したり書いたりするんじゃなくて、読んだり聞いたりするのをたくさん。まずそれをすると。そして、そこで学習者が気づく。気づきを得るっていうことですね。で、気づきを得るっていうのは、この文法、この言葉、この漢字はこんな意味で、こんな風に働くのかな、そういう風に気づくということですね。はい。で、これがおすすめ。第二言語習得ではおすすめなわけですね。ちょっと下に書いてあるから、これもはっきり、見てみましょうか。はい。あ、これが動かないですね。なんかね。はい。第二言語習得研究から推奨されているのは、題を与えて学習者自身が章の単位に分析していくという正反対のアプローチ。つまり分析的なアプローチの方がおすすめだというふうにはっきり書いてありますね。はい。で、その反対、分析的なアプローチの反対は何かっていうと、まあ、この上の段に書いてあったんですけど、本当はね、統合的なアプローチというふうに、書かれています。この本ではね、統合的なアプローチっていうのは何かっていうと、まずは、題から章じゃなくて、章から題にしていくってことですね。まずは小さい文型、語彙とか漢字とか、そういう部品を教えて、そういう部品を文とかね、段話とか、そういうもっと大きな単位に組み上げていく。統合して組み上げていくっていうことです。はい。で、教科書とかコースのシラバスっていうのは、普通はこういう部品ですね。部品でできているんですね。こういうその、分、あの、統合、統合的なアプローチの場合は。じゃあ、これもですね、実際に教科書を見て、どちらが、どういう教科書が、おすすめ、推奨されている分析的なアプローチで、どういう教科書がおすすめされていない統合的なアプローチなのか、つまり、文型とか語彙とかの部品で目次ができているのか、これをですね、次のビデオで、説明してみたいと思います。フィルムリングへ。